はい、13番です、こういう問題があるから公式を覚えて当てはめなきゃダメなんだなんて学校の先生言うかもしれないけど、そんなこともないので、それを確認してみましょう。速さ 0.3 メートルの、まあ、こっちから見て下にしとこう、0.3 メートルの川の流れ、で、川岸で静止している人が見ると、ここら辺から見てる人を見ると、船がこの人から見てね、船が、どう書こうかな。船が、0.60 メートル毎セカンドの速さで進んでるように見えた。この時、この船の潜水中での、もともとの速さはいくつだったか、っていうことを聞かれています。いいかな。ってことは、いいかな。もう最初に答えいくよ。最初に答えいくけど、これは船が 0.6 メートル毎セカンドの速さで進んでるように見えたんだ。で、川の流れ逆じゃん。ってことは、この船の元々の速さは、そう、今求めたいのはこの船の元々の速さは、この 0.6 より速かったはずだよね。いい？わかるよね。で、どんだけ速かったか。この川の流れの分だよね。ということで答えは、もう先に打つと 0.90 メートル毎セカンドとなります。でも、まあ、確かに式書かなきゃいけないっていうことはあるかもしれないので、それをやっておくと、求めの船の速さを V とする。で、この V に、この川の流れ反対向きだよね。-3.0 を足したら見た目の速さ 0.60 になった。この式で大丈夫ですね。両辺に、これ0.3、ごめん。0.3 を足して、0.90 というふうに答えは求められます。